どぎついのはきついかも。マジ肌から苦手で。それでも興奮するわ。うん。ピザのまみれのブラジャー。ちょっとビンテージブラジャー。あ、そうそうそう。はい、それでは始まり自己紹介お願いします。はい、炎上中キリピです。よいしょ。炎上中。どうぞお前と。誰が好き？君が好き。いやー。よいしょ。夜のラジオ生まみ。永遠の58歳、みなたです。そんなの人だ。今日はですね、視聴者さんからお悩みが届いたということで、今回は視聴者さんのお悩み相談室です。よいよ。どんなお悩みなんでしょうね。今回は結構、女の子ならではのお悩みかなっていうのと、うん、もうこれはみんなの好みかなって思います。はい、ということで今回は、いきますね。とんでもないお悩み、友達にいない困ってる悩みがあります。来月初めて担当と旅行することになりました。おめでとうございます。小杉寮をする中での一つの目標だったので、誘われた時はとても嬉しかったです。ですが旅行ということは当然そういう営みもあると思うんです。しかし私はあまり下着の種類がなく、可愛いものがありませんし、選ぶセンスもなく困り果てています。ぜひホストさんたちに好みの下着や NG な下着を教えていただきたいです。どうしたら担当さんが喜んでくれるのか知りたいです。で、女性とそういう時する時に下着ってやっぱ見るもんなんですか？まあ、それは見るんでしょう、ね、見る。まあ、避けては通れないですから、うん、避けては通れない、見る、うん、見なかったら脱がしてないからね。確かに確かに。でも好みの下着はでもあるでしょ、さすがに。まあまあまあ、まあ、ね、さすがに、うん、それを今回ね、教えていただきたいということなんですけれども、まず NG な下着教えていただいてよろしいですか？これは嫌だみたいな。あ、これは嫌だみたいな。待って、俺からちょっと軽く言っていい？いいよ、軽く行こう。ヨレヨレな、あー、使い古してる感のある、なんかギザノマミラのブラジャーとかデザインとかじゃなくて、そんな旅行にそうなのしてるから、毛玉まみれみたいな、ヴィンテージブラジャー。あ、そうそうそう、これはやめた方がいいかな。確かに確かに。で、新しく買いに行こうって。そう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 。俺は結構、もしそのまあ旅行なわけじゃん、一応気合い入れてくとは思うんだけど、うん、結構どぎついのはきついかもね。なんかその、ヒョウ柄とか、すっごい紫とか、うん、なんか明らかに勝負してきましたよ。そうですね、ちょっとこう伝わるのは、どうなんだろう、旅行だったらね、うん、勝負って感じじゃなければっていうのもあるかもしれないけど、私そんなことないですよ、みたいな感じ。じゃあ薄ピンクとかないんだ。まあそうだね、うん、まあ好きなのはそうだ、うん、なるほど。どうですか、LG？まあでも、そのふんどし以外だったらまだ別に本当にあんまり下着のこだわりってのもないから、いちご柄パンツとかどう？あ、逆にいいかもな。あ、そうか。あ、一周回ってみたいな。一周回ってだとしたらふんどしも一周回ってくない？ふんどしは2周、二周行ったら2周回ってそう、でも好きなの言ったら意外とシンプルなのかもね。キリピどうですか？これ、マジでこれ他の男の人どう思うかわかんないんだけど、うん、興奮しない柄があって絶対。おお、自分的にね。そうっす、これマジ花柄苦手で。花柄ね、見た目は多分女の子的に可愛いわけじゃん、うん、めっちゃ可愛い。俺ね、マジエロく思わないね、あれ。でもなんかキリの言ってることわかるわ、ちょっと。え、エロくないの？花柄はマジエロくないな。フリル生地は？フリル生地。え、俺マジでシルクが一番エロいと思う。あー、ツルツルの、なんか、うん、ツルツル伝わる。あ、でもそれは分かると。ツルツルの下着、アニメ系のやつ。あと、アニメの下着。でも変な話、これさ、同棲してる彼女とかじゃないじゃん、うん、旅行に行くっていう風に考えるんだったら、うん、アニメパンツは履かないでしょ、うん、履かないね。あんま攻めすぎないやつがいいかなと思う。攻めすぎないやつ、旅行だからね。多すぎないみたいな。逆にあれどうすな、うん、旅行なんで、あの、上はついてるけど、うん、下のノーパン。あ、何、その旅行っていうのは、例えば着物かなんか着てて、浴衣かなんか着ててノーパンティーとか。そうそうそう、興奮しちゃうっていうか、なんか先っぽが飛んでっちゃうやつ。なんかそうかー、それでも興奮するわ。うん、どうだ、そんなに下着にあれか、女性が思ってるほど多分男性は気にしないのかなっていう印象はある。じゃあ逆にこれはいいみたいな下着、今まで色とかあった？まあパステルカラーの方がいいよね、シンプルで。あ、シンプルでね、うん、薄ピンク、墨水色とか、うん、薄いやつで、どう？どう？あ、ちょっとヒラヒラついてたらいいよね。ヒラヒラね、このパンツ、このパンツのこの横の、あ、ちょっと水着みたいな感じ。そう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 、ちらちょいヒラ、ちょいヒラ。ヒラときは？いや、俺はシンプル、攻めすぎず攻めすぎてないぐらい。攻めすぎず攻めすぎないぐらい。同じこと2回言ったよ。なんだその突っ込み。みなさんの突っ込み話、同じこと2回言ったよって。小学生と駄菓子買いに来たんか、俺。小学生と駄菓子買いに来たんか。同じこと2回言ったよ。カットやで、こんなの。ひもパンは？ティーバッグとか。あ、ひもパンはあの煮付けにしてたから。煮付けて食べた。
ぐらい好きでも使う。ぐらい好きでも紐ってなんか女の子は履きづらいっていう。うん、履きづらいんじゃない。なんかそのやっぱ男はさ、紐を剥がしたがる。剥がすんだ。紐一辺がしたくなるからさ、履くのが大変みたいな。っていう悩みもなんか聞いたり聞かなかったり。聞いたり聞かなかったり。聞いてるやん、それ。聞いてるやん。聞いたり聞かなかったり。あ、ありますじゃん、衝撃的な下着だって。あー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんかないのか。衝撃的な下着だって。そうそう、下着エピ。下着エピ。ポップ船長が後ろになると思ったら前にある。いやー、それはあるもん。それは結構きつい。恥ずかしいよね。なんかその後ろからこうやってさ、うん、外そうとしてるのにさ、うん、なんか俺もう斜めに一緒さ、それで時間稼ぎながら。もうあれれれみたいな。だけなのにじゃねえ。そうそうそう、言ってよ。まあまあ過去にあったね。あー、もう俺やり返すのないんですか、なんかそういうちょっと珍エピソードで。まあ一個あるとすれば、お前のふくよかな女の子が、で、まあいざそうなるときに、よっしゃ、ね、行ったらいって言ってパンって外したら、さ、パッドがピョンで、で、ピョンで飛んでってなんか、おれと思って振り返ったら、おれ誰みたいな。いやでもいい話だね、面白い。まあまあまあ、普通に悩みで言ったら、まあそのなんか今まであんま新しいのとか買ってきてなくて、うん、持ってるのだから、まあ不安ってことだから、そう、まあ、シンプルなやつをね、新しく新調した方がいいのかなって。まあそうですね、そう思うか。清潔感が一番やっぱ大事だから、うん、大事。はい、ということで参考になったかどうかわかんないんですけど下着は淡いものがいいですね。私がおすすめする下着は、まあ、黒か本当に薄いピンクか薄い水色、ここら辺やっとけばもう王道で間違いないから、うん、そんなに言われないんじゃないかなって思いますね。そして下処理を忘れずに。あ、大事だよ。めっちゃ大事。ここ大事だと思う。もう旅行行く前に絶対やる脱毛行った方がいい、本当に、うん、そう、全部綺麗にして担当さんのところに行きましょうっていうことですね、私からのアドバイスは。ということで、今日はなんかみんなの好みが分かった日だったね。プリズムのみんなは「にじほす」っていうチャンネルやってるんですよね。はい、やってます。概要欄に貼っときます。ぜひ見てください、にじほす。そしてぜひプリズムに遊びに来てください。それじゃあまた見てね、バイバーイ。